久保さんちょっとロッキーシリーズをまた最初から見てロッキー4に行きたいですね。<laughs> 僕ね、ロッキーね、ほぼあんまそんなにあのシーンしかないんですよ。ロッキーがあのランニングしてるい、ロッキー1だったかな、あの、こうやってあそこの階段を、その、鳩が飛ぶかな、なんかこうやって、あれシーンしかないので <laughs>。僕はね、またロッキー、このロッキー4ってあれなんですね、あの、今年上映された8月19日って書いてありますね。 ロッもう、まあ、ちょっとあの最初から見直します <laughs> そ物語をね知らないと <laughs> そう久保さんはねすごくあのロッキーファンみたいですけど僕はそこまでなんですよねうんまあでもすごくあの多分金曜ロードショーかなんかでガキの頃見たような気がするんですけど、うん、大人になってから見たかなって感じですよねでまあ今回ねゴルバチョフが出てたんでゴルバチョフ行きましょう 自分の間違いを認めることは非常に難しいしかしそれをしなければ先に進めない <laughs> 自分の間違いを認めることは非常に難しいしかしそれをしなければ先に進めないっていうこれは非常にまああのねソ連かその何かの多分そのあれだとは思うんですけどうんまあほとんどの人がそのなかなかね自分の間違いを認めるっていうのはやっぱ難しいですよね。 うん自分を受け入れるというか自分の非をこう認めるっていうだけど認めていかないといけない時があるっていう,う,んうんでも難しいんですよねでもこれはね客観的に見ると客観的というかなんですかねなんて言ったらいいかなうん、まあ、このゴルバチョフの言う通りでその進むためにその、まあ、認めなくても進めるんだったらいいんですよ 全然ね、認めなくても進めるんだったらいいんだけども、ここで書いてある通り、その、認める、認めないと進めないみたいなね。うん、なんかその、まあ、国境でね、国境で、いや、あなたはアメリカ人でしょ。いや、日本人ですみたいなね。<laughs> いや、アメリカ人で認めろよみたいな。パスポートしちゃうやんと。あ、入れませんみたいなね。 パスポートの人種と自分の主張が違ってるっていう、まあ、国入れないですよね <laughs> それは自分がアメリカ人であるまあパスポートがアメリカ人だったらアメリカ人として認めないとダメだろうしな,なんですかねなんかその認めないと進めない場合がある場合は認めないといけないってことですよねうん例えばなんだろうなまあ久保さんが認めてたかどうかわからないですけどいや俺はマージャン店行ってんだと マージャンテンダーっつってね、ネットビジネスを認めないなんそんなネットうさんくせえ認めないそんなもんは。ってなってたらうーん、多分まあネットで稼ぐなんていうことはまずありえなかったでしょうね、人生の中で。うん、これが認めたっていう言葉が適切かどうかわからないですけども、まあ受け入れたってことですよねうん。受け入れなくて反発してたらネットやってないじゃないですか。ね。そう。これ結構ね、大事な言葉かなと思いますね。 いってらっしゃい